有田市、有田みかんの山有田みかんは、和歌山県で生産されているみかんの代表的なブランド。2006年10月27日には、地域団体商標制度の認定第一弾として、有田みかんが地域ブランドとして認定された。江戸初期に用いられていた、微細先々かきみかん箱日本屈指のみかん生産地で、ある、果樹王国奇襲和歌山を代表するブランドである。 かつては、雲州みかんだけでなく、奇襲みかんという品種も栽培されていた。この地域は、万葉集に歌われ、熊の古道沿いに、中条姫伝説で有名な特製寺、日本最古の稲荷神社がある。有田市糸賀町中盤には、奇襲みかん最初の地付奇襲柑橘、はじめその日があり、2011年3月15日には、和歌山県指定史跡に指定された。奇襲柑橘、 はじめその日は、伊藤孫右衛門の功績を称いて1915年5月に建てられた石碑であり、大事は、紀州徳川や第15代当主の徳川寄り道である。現在は5代目の木が植えられている。有田市には、有田市未完資料館があり、有田未完の歴史などに関する展示がある。有田川流域にある、有田市、有田郡有田川町、有田郡岩佐町。 有田郡広川町を中心に栽培されている。有田川流域は瀬戸内気候と太平洋側気候の南海型の境界に位置し、気候は温暖で例外も少ない。有田川の右岸の長峰山脈には日本最古の地層である秩父帯が広がっている。秩父帯は歴を含む。保水力を持ち、排水、通気性も良好で柑橘系の栽培の適地となっている。 また、中でも有田市、新道地区で生産されたものを、新道みかん、有田郡湯浅町田地区で生産されたものを、田村みかんと呼び、みかんのトップブランドの一つとされる。その生産量には、限りがあり、百貨店や高級フルーツ専門店に陳列される、ことも多い。有田では、古くから、みかん栽培が盛んであり、有田みかんの名は、全国的にも有名である。 ありがとうございます。